最近ハマっているアプリは動物の森ポケットキャンプです。それでは今日も毎日動画プラス。2020年12月10日木曜日、皆さんおはようございます。そしてお誕生日の方もおめでとうございます。私は昔からあまり流行の言葉や新しいものにあまり惹かれることはなかったなぁと思います。人とはちょっと違っていると思うけれど、まあそれはそれでいいのかなぁって。あなたも人と違うことに落ち込んだりしていませんか？大丈夫。あなたはあなたのいいところがあるんです。みんな違ってみんないい。ですよね。それでは今日のプチ占い。今日は思ったことを口に出すときにプラスの言葉で表現してみて。知らない間に気持ちが温かくなって自然と笑顔になれちゃうかも。今日も健康に過ごせるように手洗いとうがいをしっかりして楽しい一日にしていきましょうね。そして本日のスケジュールはこちら。久しぶりにいっぱい配信します。それでは今日も一緒に頑張るぞ。